あなたは運命を信じますか？いや、あまり信じない。信じない。ですけど、この世にはですね、運命が存在するんです。証明してみせましょう。ね。これが私の予言のチップです。この中に同じようなチップが5枚入ってます。いいですね。はい。ここに入ってます。混ぜます。これは後でお見せします。チップには色がついてます。必ずあなたは私の選んだチップと同じチップを選びます。どうぞ。お好きなやつ選んでください。これ。これ。はい。いいですよ。変えてもいいですよ。今なら。じゃあ、変えます。変える。はい。ああ、そうですか。これは黄色でしたね。はい、どうぞ。じゃあ、これ。これ。はい。まだ変えてもいいですよ。変えますか？変えます。変える。はい。はい。これは青でしたね。はい、どうぞ。これ。これ。はい、結構ですよ。はい。もう変えません？もう、はい、いいです。はい。だから、先ほど言った通り、私が選んだチップとお客さんのチップは同じものです。ね。これが、運命というものです。世界最小の人体交換マジックをご覧に入れましょう。これを使います。いいですね。はい。これが人体交換用の箱だと思ってください。いいですね。普通は大きな箱で、男性と女性が入れ替わったりするマジックをこれでやろうと。いいですね。はい。これには男性、女性がおります。それで、お客さんが前後左右から箱の後ろからも覗いてるっていう設定です。いいですね。全部囲まれた。はい。箱の中に男性が入ります。いいですね。箱の中に入ったのは青ですよ。男性です。で、女性は箱の下に、なんか冗談です。箱の上です。ね。箱の上にいないと潰されちゃいますからね。で、女性が上ですよ。ワン、ツー、スリー、ゴー！もう変わってます。こちらが男性です。いいですね。それで、箱の中には女性が入ってると。こういうことですね。これが人体交換。世紀の人体交換マジックでした。